いやー、やっちゃったわ。やっちゃいました。はい、ということでおはようございます。ラスカルでございます。このね、動画の公開時期でわかる通り、私ラスカル新井ですね、年末年始とお酒やりすぎちゃいました。去年の忘年会からお正月、これ我が家もね、こう実家とか帰って毎年めちゃくちゃ酒飲むんですけど、でかつ多分これからも新年会あったりとかね、お酒飲む機会減らないと思うんすよ。やっぱ酒飲むとさ、めっちゃ食べちゃうじゃないですか。だから結構太ったんですよ。だいぶ体重が増えました。うやっちゃったなっていうところなんですけど、だからですね、この年明けからまた大食い活動がっつりするためにはダイエットというかね、節制をしなきゃいけないんですけど、やっぱ食べたいものは食べたいなと。むしろお正月でね、結構食べるもんって決まっちゃうじゃないですか。でいろんな食べたいものも食べれてなかったっていう部分もあるので、ダイエットはしなきゃいけないんだけど、これからも好きなものを食べていきたいと。でそんなタイミングでありがたいことにね、いい案件いただきました。こちらですね、今回はファインさんからいただきましたサプリでございます。このサプリなんですけどね、これ書いてある通り脂質と糖質に効くサプリとなっておりまして、今日はですね、太ったんだけれども好きなものを食べたいということで、このサプリを飲んでめちゃくちゃ太りそうな、でも幸せになれる料理を作ってがっつり大食いしていこうと思います。ちょっとね、顔ね、むくんでますよね。カメラに映るコンディションではないかもしれませんが、早速ね、これ料理作ってがっつり大食いしていきたいと思います。そしたら本日はですね、がっつりと脂質と糖質を合わせ持つ生姜焼きね、これ作っていこうと思います。これ今日の撮影のためにね、昨日からちょっと準備しておりますので、早速ね、お肉出していきましょうか。いい肉肉と。はい、これ昨日から下準備してる漬け込んだお肉でございますね。中見ていきますか。しゃいっと、こんな感じでですね、本日のお肉は生姜と玉ねぎですね、これしっかりとすりおろしたものを1日つけております。いやもうこれめちゃくちゃいい匂いなんですけど、やっぱ玉ねぎをね、だいぶ多く入れてますんで、調理してないけどもすでにいい匂いしてるな。つけてあるのは剥がしまして、これがついてると焦げちゃうからね。僕なんか昔から実家の生姜焼きはやっぱり切り落とし肉ですよ、もちろんね。なんですけど今日は撮影ですし、贅沢にこの厚切りのね、ロース使ってるんですけど、やっぱりこんだけ豚肉が分厚いと、まあいいお肉だったとしてもこの繊維というか筋というか硬さがね、気になる部分あるので、生玉ねぎにつけております。そんなことよりもちょっと凍ってるな。あ、生姜が凍っている。そしたら今取り出したお肉こんな感じでございますね。で漬け込みはしたんですけど、ちょっとね、筋をまだ切ってないので下処理はしていきましょうか。やっぱこの一手間がね、料理を美味しくしますから。で今回で使ってるのはロース肉なんで、どうしてもちょっとパサついちゃうっていうことで、一旦小麦粉つけようかね。この小麦粉のあるなしでタレの絡み方が全然違いますから。もうめちゃくちゃ腹減ってきたな。これ今日の撮影のビールはうめえぞ。じゃあお肉の下処理終わったんでね、先に千切りキャベツだけ作っとこうか。よいしょ。いや立派。うわー、キャベツで腹いっぱいになっちゃうこれ。そしたら早速お肉焼いちゃいますか。で多分ね、生姜焼きって本来だったらタレとかを一緒にあえて詰めていく感じだと思うんですけど、今日はねちょっとやり方を変えようかなと思ってます。やっぱね、枚数多いんでフライパンにね敷き詰められないというか、一発でお肉に絡められないので、タレはちょっと別で作っていきましょう。今回ねこれ下味に使った生姜玉ねぎですね、これをちょっとまずドバッと入れまして、でここに酒、みりんがないじゃない。待って、みりんないじゃん。あるだけのみりんとタレなんでね、少量のお水、お精油でお砂糖と、今ね全部調味料合わせたものをこれ一回煮詰めていきます。やっぱこの生姜焼きはね、
甘辛い生姜が効いたタレが味の決め手ですから。そしたら続いてこのお肉ですね、焼いちゃいましょうか。うまそう。油も多めに引いて小麦粉が吸って、でお砂糖を入れたこのタレを絡ませると、あーもう最高だ。おお、これだよこれ。そしたらちょっとね、これお皿盛り付け用に持ってきましたんで、並行して盛り付けていきましょう。キャベツを持ってと、焼けたお肉を、くやばいこれ、あー絶対うまいな。いやちょっとダメだ、我慢できません。行かせてください、これね。いやもうこの匂いで飲めるわ。うまい。あとね、最後の2枚ですね。うわもうすぐ食えるじゃん。やっぱこういうデカ盛り作りますと、通常ね自宅でやる料理とは違って作る時間がね結構かかるんで、食べれるまでが長いからさ、それがネックなのよ。うまいもののための苦労は惜しまずやりましょう。はい、これでラストと。うわー、ただいまですね、これ生姜焼きすべて焼き終わりました。もうですねこの時点でめちゃくちゃうまそうなんですけど、やっぱり今回は生姜焼きなんでね、ここに生姜のタレを絡めていきましょう。そしたらタレいきます。どう、今ちょっとモニター僕から見えないんですけど、皆様の目にはどう映っておりますでしょうか。漬けてた生姜も相当な量入っておりますので、もうタレというかこれは具材だな。本日はこちらの生姜焼きがっつりと大食いしていきたいと思います。腹減ったということでですね、ただいまこれ完成してこっちに持ってきました。いやちょっとね、早速出来たてを食べたいところですけど、今回はこちらでございますね。食前に飲もうかなということで、今日は油も多いし砂糖も入れてあるんで、脂質も糖質もダブルで飲みますか。サプリ自体はこのカプセルタイプになってますんで、お薬とかサプリが苦手な方でも飲みやすいかもね。そしたら食べましょう、早速ね。もうこれで気にしなくて済みますから、いただきます。どうだろうな、この焼き方で焼いたことがないんで味の濃さどうだろう。よいしょ、本日のお肉こんな感じでございますね。これうまいな。やわらか。ちょっとこれもしかしたら僕のデカ盛り家動画史上一番うまくできた料理かも。うまっ。やわらかすぎるわこれ。何これ、うまい。やっぱりお正月の飲みっていうのはおせちであったりとか、あとお雑煮ですとか、そのあたりのいわゆるお正月料理しか食べないんですよ。なので結構数日ぶりにこういうお肉系の料理食べたけど、やばい、幸せすぎる。今日の生姜焼きは冗談抜きでお店で出せるレベルでうまいわ。うまっ。ここ数年ですよ、もうコロナ禍になってね、飲み会も減ったので、やっと今年はねこういった忘年会だったりとか新年会っていうのかな、こういう集まりがさもうちゃんとできる年になりましたけど、ありがたいんですがね、そのみんなが我慢してた分を発散するためにやっぱりお声掛けいただく回数がめちゃくちゃ多かった。浴びるように酒飲んだけど、胃もそうだけど肝臓腎臓が疲れたわ。
それでも、この大食いの差がというか、食いしん坊の差がなのか、体も疲れたし、太ったんだけど、やっぱ食べたいもんは食べたいのよね。食欲だけは収まんないんでね。おっぱい。うまっ。でももう2023年も終わって、今年は2024年。どんな1年になるのかな。やっぱりここ1年ぐらいで大食い YouTuber さんとかも動き方というかね、動画の構成の仕方ってだいぶ変わりましたよね。一昔前ではね、いわゆるデカ盛りとかチャレンジメニュー、そればっかりで結構大きい料理を大食いしてね、驚いてもらうみたいな構成の動画が多かったと思うんですけど、最近の動画は他の方とかもこう並盛り食べたりとか、皆さんが食べられるサイズ、これをね食べてる動画が多いなぁと思って、個人的にはですね、動画回してない時は基本的に僕大食いしませんよってことを何回も伝えてはいると思うんですけど、私生活でねそういう大食いの人たちの動画を見るとめちゃくちゃやっぱ食いたくなるね。あれはわかるわ。最近そういう並盛りの動画とかも増えたから、お店に行っちゃう回数も増えてね、余計に太りやすいんだよね。うん、もう今年1年は動画しっかり活動する、それは当たり前なんだけど、それ以上に健康に気遣ってね、ちゃんと生きていこうと思いますよ。だから普段から食べても全然問題ないよって大食いさんたちは個人的にめちゃくちゃ羨ましいです。で、暴飲暴食いくらしたって太んないんだからね。うん、ちなみに今年のお正月は僕3キロ太りました。3キロ取り戻せるかな。年末からずっと引きずった増加なので身になっちゃってるというか、ついちゃった3キロ落とすのってマジ大変なんだよな。いやでも2023年もほんとあっという間だったな。年明けたぞと思ったら、あれ暑くなってきたぞと思って、夏を迎えて気づいたら秋も間もなく冬が到来して、12月のクリスマスを祝って、今年も早いのかな。なんかね、年々毎年この1年の時間っていうのが短く感じるんですよね。子供の頃とかもっと長かったもんな。やっぱ体感時間が早くなってるってことは年取ってきてるってことなんだろうな。ちょっとタレ追加しちゃおう。最初とんでもない量かと思ったけど、これぐらい生姜あった方が美味しいな。あーでももう気づいたらラスト1枚か。今日結構お肉買ったんだけどな。家動画だと基本的にはおしゃべりメインでと思ってこういう動画を撮ってるんですけど、やっぱこんだけうまいのができちゃったりすると黙々と食っちゃってさ、ちょっと編集してみないとわかんないけど、喋ってる尺足りるかな。ああ、腹いっぱい。ごちそうさまでした。ということで、今日はですね、自作のデカ盛り生姜焼き作ってきました。いや、このデカ盛りでお正月にね、我慢した分の欲は完全に満たすことができました。皆様もですね、日々こう、ダイエットというかね、食べ物を節制通して我慢してる部分はあると思います。でもやっぱりこの世の中の美味しいものって、太りやすいもの多いじゃないですか。そういった食べ物をどうしても普段は我慢しなきゃいけないですけれども、自分へのご褒美としてね、こういう美味しいものを食べるのはいいことだと思うんですよ。ただそのまま食べてしまうとね、この罪悪感があったりとか太っちゃうかも、そういった部分があると思うんですが、そんな時にこのサプリですよ。お肉、チーズ等々のこのね、ジャンクな油の多い食材用のこの脂質専用と、お砂糖が多いねデザートスイーツ系に関してはこちらと、脂質糖質2種類専用のサプリがありますので、こういったものを飲んでいただきつつ、
健康補助としてね、美味しいもの、普段から皆さんも楽しんでいただければと思います。で、今回のね、こちらのサプリなんですけれども、今、僕のこの動画を見てくださってる皆様限定で特別クーポンが出ております。このね、商品が気になるよって方は、ぜひね、概要欄に販売ページ記載してありますので、そちらもね、合わせてご確認いただければと思います。まあ、じゃあちょっと、動画内では2024年のいろんな目標をお話ししましたけれども、総括して今年も、美味しいものたくさん食べていきたいと思います。今日も幸せ。ごちそうさまでした。はぁ、あ。